あちら丸亀製麺所、あちらが有野川、以前台風8月に来た時にこちらの河川を撮影していたんですけども、まあ、普段水の量はこういうものです。まあ、あちらの藤原台の、下の、まあ、地層に雨が降ったりした時に、まあ、水が溜まっていて、まあ、そういったものが徐々にこう流れてきてるっていう状況ですね。で、ああいう風な台風のまとまった雨の時とかはああいう風な、円形の筒のところから大量の水が出てきていたと、まあ、そういうふうなことですね。で、もともと土が流れ込んでいて、まあ草がたくさん生えてたんですけども、まあ、なぜか重機が入って草を撤去しています。まあ人間がスコップとかで、要するに大きなシャベルで人間で行えば良いだけなので、そのエネルギーの残存量問題がみんな頭の中入ってない。だから重機なんか動かした方が負け。力持ちが集まって仕事した方が良い。